おはようございます、今日の話は福岡市長高島総一郎の日本を最速で変える方法という本の中から同名の題で書きました。スタートアップなくしてその国の未来はないという話ですが、あなたは今日本という国をどのように捉えていますかと。未来に希望を持てる可能性にあふれた国か、それとも閉塞感のある斜陽の国か、まあ、残念ながら後者のイメージを抱く人が本当に増えているということですね。この高島さんはですね、2010年以来10年以上にわたって福岡市長を務めてきました。地方からのチャレンジこそが最速で日本を変えていくという信念の下で、福岡市でさまざまな取り組みを行ってきました。特にですね、若い人たちから自分の世代に明るい未来など来るはずがない、アメリカや中国に勝てるとは思ってないと話を聞くたびに、とても悔しい気持ちになりました。経済大国して揺るぎない地位を獲得し、世界からはエコノミックアニマルと呼ばれるほどの貪欲さを持っていた日本が、いつからこのような凡庸な国になってしまったんでしょうか。自国に対する自信を失ってしまったんでしょうか。私は1974年に生まれた団塊ジュニアの世代です。1990年にバブルが崩壊し、世界がですね、IT 時代に進行する中、日本はその流れに完全に乗り遅れてしまいました。代わって私たちが発展途上国だと思っていた、競合者だなって 国々がですね、社会の不完全な部分にスムーズに IT を実装して日本を凌駕するようになってしまったんですね。完全に立場が逆転 してしまいました。そしてこのままでは日本と世界の差はどんどん広がっていくことでしょう。なぜなら今の日本には圧倒的にスタートアップの数が足りないからです。スタートアップの企業というのは、10年後20年後にですね、大企業に成長する可能性のある会社です。ですから将来の日本の希望なんですね。それが今日本には圧倒的に少ないということですね。で、なぜそうなったかと、日本はですね、いつの間にか失敗を恐れ冒険をしなくなるゼロリスク神話ですね、侵されてしまいました。挑戦すれば既得権益からの抵抗や省庁からの規制にですね、足を引っ張られる、手続きにとんでもなく無駄な時間を取られる、マスコミにリスクを大きく取り上げられるのは怖いので慎重にならざるを得ないと、多くの人が躊躇してチャレンジに二の足を進む、そんな小さな社会になってしまったんですね。日本がチャレンジを恐れる小さな社会となってしまった原因の一つが少子高齢化です。20代30代の若者世代よりも高齢者の人口が多くてですね、選挙などによってですね、高齢者の影響が最も多いわけですね。シルバー民主主義と言われています。じゃあ今日これで終わります。